ということで、わらびこれだけ取れたので食いたいと思います。で、この間ミスったんだけど、普通に煮りゃ食えると思ったんだけど、これアクがすげえ強くて、煮る、ただ煮るだけじゃすごい食えたもんじゃないみたいなんで、これを使って、アクを抜いて、あのうまいわらびを食いたいなっていうふうに思います。この頭の部分はいらないみたいです。ここは切っちゃおうかなって思います。はい、まず沸騰させないといけなかった。沸騰したのでこれ入れます。で、お湯に対して 1% だからこんなもんか、こんな感じなのか。んで、このわらびたちを投入する。うわっ、ひたひたするまで待つ。半日も待たなきゃいけねえだ、大変だな。で、これをまた何時間か水に浸しとかないと苦味が取れないみたい。めんどくせえ。マジで数日経ったんだけど、こんな時間かかるの、わらびって大変だな。かつお節、醤油。いや、これで苦かったらショックだな、1日かかったのに。はい、ということでいただきます。大丈夫だよな、ちょっとかてえぞ。あ、うまいね、わらびうまいわ。うん、多分アクは抜けてるわ。ただ食感がね、ちょっとシャキシャキ、ちょっと若干シャキシャキしてんな。本来もっとね、もっと食感柔らかいんだけどね、やっぱあれだね、どっかで工程ミスってんだろうな。まあこれはね、初めてなんで、また次挑戦したいと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。